トヨタカムリトヨタセプターセプターはトヨタ自動車が当時の北米カムリを国内仕様にして1992年から1996年に販売していた自動車であるアメリカ合衆国ではケンタッキー州の工場で生産し現地向けのカムリとして販売されており最大のライバルはアコードなどであった社代は重軽ウィンダムと共通であるボッティは 曲線的なデザインが特徴のセダンステーションワゴンをくれて導入されたクーペがある。セダンは国内生産、ステーションワゴンとクーペは蒸気ケンタッキー工場製が日本に輸入され、販売された。エンジンは各、ボディとも V6.3、0L の 3VZFE と時価4.2、2L の 5SFE が設定された。日本市場では同時期にフルモデルチェンジした。 マーク23姉妹の存在と、当時の同クラスセダンの購入者層は高級感を好む傾向が強かったため、内外装の見た目がカムリとほとんど変わらない。セプターセダンは販売が低迷した。クーペは形状が二ドアセダンに近く、地味でスペシャリティ性に欠ける外観だったこともあり、高級感、スペシャリティ性を最重要視される。 日本のクーペ市場では全く歯が立たず、さらに売れ行きは低迷した。しかしステーションワゴンは当時のワゴンブームの波に乗り、価格設定も比較的手頃だったため販売は堅調だった。トヨタの FF ステーションワゴンでは唯一の鉱石格納式シートを備えた7人乗りでもあった。さらにリアワイパーがフロントワイパーと同じく2本搭載されていたため、信任性も良かった。 1996年に生産終了。後継はカムリグラシア。発売当時、カムリはカローラ店の専売車種であったが、セプターシリーズはビスタ店でも併売されていた。英語で、多い、王権を意味するセプターから、ありがとうございます。